おお、こだまを見つけたんですね。しかも生きてる。さすがです。またお会いしましょう。ボロボロだね。切れそう。いや、これは古くて小さすぎる。ドワーフのところに持っていく。
まさかそれって使えない鎧？使えない？まったく罰当たりな。この鎧は他でもないイーバルディが着てたというのに。まあそれはボロいですが、でも霧の小玉を使って仕立て直せばイーバルディの呪いに打ち勝てますよ。この工房に役に立つものがないならここに留まる理由はない。中央の部屋にあった箱は見ました？それに工房の奥の方にしまわれたものも。世界の裂け目も3つあったりして。でも気をつけた方がいいですよ。なんで？文字通り世界に裂け目が入っているからです。手を突っ込んでみたい？いい、どうぞ。生き延び繁栄することが復讐だった。彼が死ぬと一族の多くが悲しんだ。そして愛されしベルゲルミルと呼ばれたのじゃ。愛されしベルゲルミル、そんな終わり方初めて聞いた。作り話でもね。そうじゃろう。
みる。弓を持った女の巨人のこと聞かせて。彼女の名はスカジ、狩りの女王じゃ。彼女の父親スヤチはあらゆる生き物に変身でき、それぞれの狩り方をスカジに教えた。動物の肋骨で作った靴を履くことで雪の上を自由自在に滑り、獲物を逃がさなかった。神々を含めて比類なき狩人。オーディンは彼女との結婚を望んだ。強い息子を産んでくれると思ってな。じゃがスカジは拒絶した。オーディンはその侮辱に対して復讐を誓った。しばらくして一羽のワシがイズンの黄金のリンゴを盗んでいるという噂が広まったんじゃ。神々最高の弓使いでも撃ち落とせないとな。オーディンはスカジが自分の腕を証明する誘惑に勝てないと分かっておった。そして彼女は狩りへ。スカジは自分だけが滑れる場所でワシが飛んでいるのを見つけ、正確無比な矢を放った。そうじゃの、話はまた今度。話の途中じゃったような。狩りの女王スカジはワシを狩るようにオーディンにおびき出された。彼女が獲物を回収する。そこにあったのはワシではなく、自分の父親であるスアチが娘に殺された姿じゃった。スカジは残機のように苛まれた。子による親殺しほど忌み嫌われる行為はないからの。そうじゃの、話はまた今度。
っ。